はい、今日はですね、美味しいカルボナーラができると。あ、ちょっと待って、メモ取って。ということで、すげえ先生がね、来てるんですよ。聞いてる？その話。聞いてる。すごい立派に。今日はカルボナーラのね、すごい先生が来てるということで、紹介していく。こちら。どうも、カルボナーラです。いやいや、ステーク取りますか。いやいやいや。始ま。さあ今日はカルボナーラを教わろうということでね。はい。はい。まずね、ニンニク。ニンニク。もう早速始まりますか。早速ね。はい。行きます。ニンニク。カルボナーラもニンニクなんですね。そうなんですよ。僕のところで入れるんですよね。入れないところもあるんですよ。もうベーコンだけの味でやるところもあるんで。僕はパンチ効かしたいんでニンニクを2かけ入れてます。なるほど。で、クリスピー系がいいんだったらもう早めに入れときます。クリスピー系カリカリ系が、なるほどなるほど。カリカリ系がいい人は早めに入れます。メモして早く。うん、だからまあ子供さんもおるんでね、今日はもうちょっと色づいてから入れていこうかなと思っております。わーい。はい。でその時にこちらね、卵。すごくいいボールですね。ありがとうございます。どこ置いてるんですか？艶が違って。でね、これね、持って卵割る時ですね。これに白身さんをね、そう入れてあげてください。白身も後で、白身は後でもったいないんで、何か料理に使いたい。なるほど。無駄を出さない。でこの辛さもね、ちょっと当たるんで取ってください。口に当たっちゃうんで。はい。メモしてください。メモ早くメモ、早くメモして、早く、頭にメモしてる。うわー、そう辛さを、おお、手つきが違いますね。でね、辛さ取り方もうこうやって取れるんです。そうね、つまめるなんだっけ、つまんでごらん。ちょっと行きますね。行ったでしょ。じわじわなってこうね。めちゃめちゃいい匂いしてんだよな。ほんで今日2人前なんで、2人前今日2人前のレシピ、2人前のレシピですよ。生クリーム。ベーコン何グラムですか？ベーコンがこれが40。お好みだよ、お好みも。いや、書いとかないで。書いとかない。これは200入ってるんで100入れてください。100目玉入れてて。親父じゃないよ。で、牛乳100入れていく。めっちゃいい匂いしてんだよな。で、ここにレベル2ぐらい落として、でシュワシュワいってきたんで、ここでベーコン入れておきます。で、ベーコンももうこの辺のパンチェッタ使わなくてもいいですね。豚の塩漬けね、もうベーコンで十分味が出る。まあ、これもちょっと味を出したいんで、ここも結構ポイントがあって、このベーコンから旨味を出してあげる。必ずオイルにこのベーコンの旨味を移してあげるっていうところ、ここをポイントに。メモして。ベーコンから旨味を。ね、ベーコンから旨味を。ガチメモだからね。ガチメモだよ。ガチメモ。生クリームと牛乳と、卵黄しっかりこう混ぜておいてください。ここでダマになるとよくないんで、飛んだね。蒸し器に入れて。そう。プリン。ちゃんとじゃやめる。プリンにせんよ。ペパリアイスするとかね、入れると。ああ、美味しそう。そう。このまま冷凍庫に。アイスの作るな、アイスを。すぐアイスとか作ろうとする。本当は火がね、IH でやるときにね、ちょっと難しいんでね。IH、どうなんすか、IH は。IH は、うちのところは、料理の世界ではやったことないんだよ。なるほど。なんかもう見ながら、泡見ながらね。ああ。時は2人前なんで200から、まあちょっと大盛りでもいいです。この量、ソース足せばいいんで。200、これ200。いただきます。はい、じゃあ、ちょっと行ったんで、
いつものようにいきます。ねじってポンいきますよ。ねじってポン。生で見れた。ねじってポン。そうそう。でね、どん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 縮んでいくの時に旨味が出てるんですよ。旨味が変わってきてるんで、これはなんか基準にして。で、カリカリがいい人はもう本当カリカリにしてもらっても美味しいんで、クリスピーで。なるほど。まあだからアイスクリーム作らへんっていう。ブレるわブレるわ。デザートのことまで考えてくれてるんだ ね、 そうそうね。一緒のことやったらこの味出るんで、誰がやっても本当にやってほしい。あの人に似てるね。ちゃんと見たから。そうですね。あの人なんか知ってる。ああ。こっちじゃない。こっちじゃない。誰でも。誰も。よくも知らないです。僕話し方がすごい似てる。僕以外の人いるんですか。似てたよね。似てました。あ、なんか今なんかあれでしょ、なんかやってる人でしょ。いわゆる足でもなんか聞いたことある。ねじってポンもなんか、あーそうねじってポン。あ、そうだ、生で見れたって言ったけど、そっちでしょ、ね、そう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 。どっち誰どこ誰なの。動揺を隠しきれない。設定とか言っちゃって大丈夫ですか。ブロッコリーを茹でてそして何食わぬ顔でブロッコリーを茹でていく。あー、いいですね、いいですよ。すごいすごいすごい。もうこれもう結構味出てるんでもう OK です。一回火止めてもらって一回で見れます。いきますよ。いやー、これソースもったいないで。うまそう。絶対美味しいやつだよ。で、ね、なんとみんなね、ここで麺と一緒に火を入れますけど、ここでもう実はもうソース作っとくんですよ。ここで僕は火入れるんですよ。それはなんで。これはあのここでもう和える時に早い。なるほど。これでここちょっと気をつけてほしいのが、外側からどんどん固まっていくんで、ここでソースを作っていく。作っていく。で、とろみからちょっとちっちゃめのあれにしてください。で、外側から爪にかけまして、今まだシャバシャバの状態、シャバシャバの状態やけど、どんどんソースになっていきます今から。ここから。へえ。これね、みんなボウルでパルミジャーノ入れて、熱々の麺をぶち込んで混ぜるって言うけど、あれってちょっとね味が薄すような気がする。火をしっかり入れてやってソースとしてカルボナーラを食べてもらいたい。なるほど。名古屋から、はい、もうそろそろ一回ボケてもらおう。いやいやいや。あのね本気なんですよね、ごめんなさい。裏笑いでいいかな。かぶるんで。え、なりますか。かぶるんで。誰ですか。本当ですか。なんか多分うちが知ってる人だね。ああ、なんか最近好きな YouTuber さんがいて、めっちゃパスタ作ってんだよね。ね、うちも真似してね。そう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 、よくやってるけど。そう。ちょっと後で見ときます。これもあれらは公開試験やこれ。マジで。難しくなってきた。難しいな、難しいわ。さあ、そんなこんなやってる間にちょっととろみがついてきました、わかります。これちょっとソースっぽくなってきてるでしょ。さっきシャバシャバやったのにちょっと濃度がついてきたんですよ、終わった時に。ああ、終わった時に、でそのこの時に少し味見してみます。熱くないですか。熱いです。よし、合わせていきましょう、はい、で、お皿を、なら、リナどこ出してる。これも跳ね返りである程度決めですよ。もう今もう5分ぐらい、はい、バッチリバッチリ3ぐらいで、よし、なら麺を入れていく。うまそう。もうちょうどいいアルデンテ。で、ここでパルミジャーノ。めっちゃいいですね。これが少し、これ大さじ1杯ちょい入れていただいて、これはもうあの麺とあの絡ませる時のつなぎ役と思ってもらったらいいです。これを味付けに使ってないんで、
それはこれは味付けです。味付け、味付け、この麺汁で味付けていく。へえ。香りが立ってきたの分かります？これアイオンの香りが、ベーコンの香りが。あ、確かに確かに、うわ、めっちゃいい匂いしてる。美味しそう、ね、でソースはこんぐらいぐらい残してください。ソースはこんぐらいぐらい全部残るやつダメなの。もうちょっとソース残して。はい、ついていきます。すげえわ。で、ここでソースをね、周りに。おお。焦り合わせて。ちょっとこっち、大人用はちょっと多めにしておきます。これ本当美味しいんで。こっちやつや。こっちや。早速、食べていく。撮ってないし。いつもそうや。いつもそうや。おもろいことやったらいつもそうや。料理終わったらおもろなるんやから。ちゃんと撮って。料理終わったらおもろなるんやから。どうした？でも料理が終わったら面白くなる。そこやないね。そこはポイント？ポイント？料理終わったらおもろなるんやから。料理終わったらおもろなるんやから。ポイントちゃう。料理終わったらおもろなるの。ポイントちゃうやろ。ちょっと早く食べてもほんまに。食べよう、食べよう、食べようね、食べよう。はい、手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。はい、どうぞ、召し上がれ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。そうそう、ちゃっこっち、ゆっくりされさせて。ここでしょ。そうそうそう、明太子伸びてまう。5時間経つわ、本当に。今アルデンテの一番美味しいところこれ。あと、まあ、崩していただいて、これをバーッと崩していただいて、でベーコンと一緒にかじりながら。おー、こっちの子供さんにちょっとベーコン多めやで、うん、これ子供さんにどうぞ。先生食べて。もうね、本当美味しいんで。いただきます。はい、はい、うん、美味しい。どんな感じですか。何ですか？ベーコンの味とニンニクの味と、うんうん、ソースが絡んでとても美味しいです。これ家で作れたらいいんだよ。いや、パパカルボナーラ好きだし、見てたらできそうな感じがするから、うん、できる。そう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 、まあまあ、ベーコンをオイルに移す。そこがポイントだね。マンカも何も難しいことない。あのソースの濃度コテコテにならんようにやってもらったら、うん、ちょっと頑張ってみたらいいんじゃないでしょうか、うん、家で作ろうかな。あ、イエイ、やったね、やったね。ありがとうございます。イエス。食べてください。イエス。イエス。大島。やばいよ。どうぞ。やばいの来たよ、もう。ヘイ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 。なんだろう、もう十時の音も聞こえてなかったやろ、お前。びっくりしたらやかんわ、あいつ。それ言うてないか、お前。これやばいよ。これはね、もうほんまにちょっと、これよくインスタで見てるやつだ。ありがとうございます。私のもうすごい、これもすごい。あらららら、これはブドウジュース。ブドウジュース、はい、ブドウジュースです。ブドウジュース合わせていただいて。あ、素敵。旦那さん、ちょっとこの蜂の発音を、これから行こう。この辺もすごい美味しいよ。この辺ちょっと大島さん行って。これ大島さん、もうそれアーするわ、もうアーするわ、アーするわ、アーする。もううまいから、もううまい、もううまいよ。さゆちゃんのお口にも入れてあげて。さゆちゃん、うん、もう忙しいけど、ちょっと入れてあげて。さゆちゃんのお口に入れてあげて。この夫婦は本当も本当にうまい、うまい、うまい。うわ、うま、これうまいわ。これはやっぱみんな食うでしょ。もうほら、もう行って行って。ありがとうございます。うわ、こま、あ、うまっ。おいしい。よかった。おいしい。早くゲームやめたい。大島、ゆっくり食べて。これうまいわ。ブドウジュースがよく合う。あ、これ肉かじりながら、それちょっと一点合わせて最高やから、ね、もう俺が意見分言っちゃってくださいよ、もう本当に。ブドウジュースは意見分、ブドウジュースだから。ダーシマ公式 LINE オープン、友達追加よろしくお願いいたします。ダーシマラディオチャンネル、あなたのお耳にこんにちは。
スタンド FM にてダーシマのラジオ番組がスタート。アカウント作ってフォローしてくれよな。この番組ではレターもお待ちしてるぜ。リクエストよろしく。Happy waiting for you 二人への想い